偽物語、ブルーレイ用は DVD、お買い上げ&ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？全11話、カレン B から月フェニックスまで、私たちファイヤーシスターズの活躍を面白がっていただけたなら、それ以上の喜びはございませんぜ。というわけで、ここから先はおまけの副音声、余興として楽しんでくださいな。最終巻の副音声を担当するのは、この私、あららぎ小読みの妹で有名、あららぎカレンだぜ。そしてどうも、あららぎ小読みのエロ奴隷で有名、カンバル。ああ、いやいや、カンバル先生、私がちゃんと紹介しますから、カンバル先生はそこに座っていていただければ結構です。来ていただけただけで十分ですから。いや、カレンちゃん、振っておいて、その扱いって。カンバル先生は何もしなくていいんです。本当、もう来ていただけただけで十分なんですから。それ以上我々が何を望みましょうか。あ、そう。じゃあまあ、私の紹介をして。言わなくていいです。皆まで言わないでください。このあららぎカレン、あららぎカレンに任せてくだされば、それでいいんです。すべてつつがなく取り行いますから。恐れ多くも、カンバル先生に命令するお手間を取らすような真似はいたしません。命令って、いや、だからさ、カレンちゃん。だから黙っててくださいって言ってるでしょ、喋るな。こちらにおわすは、直江津高校2年生、カンバル駿河先生だ。まさか知らなかった奴はいないだろうな。お前ら、傾聴しろよ。視聴者の皆さんをお前らとか言っちゃダメだ、カレンちゃん。正当して聞け。余興を楽しめって言ってただろ。おっと、月日ちゃんのオープニングだぜ。いや、名曲だな。ああ、もちろん、カンバル先生はあんな奴のことをご存知ないと思いますけれど、私には荒らぎ月日という、どうでもいい妹がいまして。どうでもいい妹って言うな。兄弟の絆を描いたアニメの副音声で、バディである妹のことをどうでもいいあんなやつって言うな。どういうキャラなんだ君は。君なんて、そんなよそよそしい呼び方はやめてください、カンバル先生。私のことはどうかお前へと言い捨ててくだされば。尊敬する先輩の妹をお前と言えるか。このオープニングはプラチナディスコって言って、私の妹が歌っているソングなんだぜ。かなりの好評を博したと聞くな。全国のカラオケではこのプラチナディスコしか歌われなくなったっていうもんな。スケールの巨大な嘘をつくものだな。ああ、いや、失礼いたしました、カンバル先生。もちろんしか歌われなくなったとは言っても、カンバル先生のアンビバレントワールドを除いてという意味です。なんで私が3年以上前に歌った曲のタイトルを知っているんだよ。3年以上前？あ、いや、それはアニメ時間だった。あれは6月の話ですから、つい2ヶ月前の話ですよ。いやー、たとえ30年前の話であっても、このあららぎカレンがカンバル先生の曲のタイトルを忘れるわけがないじゃないですか。アンビバレントワールド、そして私のマシュマロジャスティス、タイトルなんか似てますしね。全然違うだろう。無理に共通点を見つけようとするな。私が綴りをかけないという点において共通しています。あー、確かに私もアンビバレントとマシュマロは怪しいな。というわけで本編突入だぜ。突入って言ったら、なんだかおっぱいみたいでエロいですよね、カンバル先生。キャラをかぶせてくるのをやめてくれ。まあ本編突入は良いのだが、まずなんで最終巻の組み合わせが私とカレンちゃんなのかっていうことを説明しておかないとまずいんじゃないのかな。ああ、そうかそうか。なんでバカと変態がお送りする副音声になったのかを説明するんですね。わかりました、お任せください。バカと変態がお送りするって言うな。今副音声を聞いていた多くの人が画面を止めたぞ。画面を止めた？ああ、私のセリフをもう一度聞くために。前向きだな。最近のリモコンは10秒戻しみたいなボタンがあるから、いちいち止めて巻き戻したりしなくとも、一個前のセリフくらいなら簡単に聞けて便利だぜ。ああ、確かに10秒戻しボタンは便利だ。いや、じゃなくて、あ、何の話だっけ。どうして私とカレンちゃんが副音声をお送りするのかという話だ。あ、そうでした。分かってますって言われなくとも、見ててください、カンバル先生のお手を煩わすまでもなく、この私が見事抜かりなく説明してみせますから。見てられないよ。今のところ君に見るべき点は一つもないな。ああ、月日ちゃんだぜ。画面に月日ちゃんがいるぜ。兄ちゃんもいるぜ。私抜きで何話してんだこいつら。ムカつく。帰ったら暴力だ。帰ったら暴力だって、また名言だけど。いや、私の記憶が正しければこの時は。またカンバル先生は謙虚なことをおっしゃる。正しいに決まっているじゃないですか、カンバル先生の記憶は。いやいや、私の記憶に関するエピソードなんかカレンちゃん一つも知らないだろう。知らなくても勘でわかります。勘って？失礼、勘でした。会ったこともない少女のセリフをもじってくるところを見ると、確かに勘は悪くないようだが、話続けていいかな。いいえ、そこから先はこのカレンが続けましょう。カンバル先生はマミモっていていただければ。マミモって、
なんだそれは、魔行変革活用か。見守ってでした。失礼、本当に噛みました。見守ってを噛む奴に続きを任せることは難しいな。あ、でも魔行変革活用の変革って頑張れば変態に聞こえませんか、頑張る先生。私を変態といえばそれで喜ぶ奴だと思っているのかな、君は。違うんですか。それで驚いてるし。変態イコール頑張る先生でしょ、兄ちゃんからそう聞いてます。荒木先輩、荒木先輩の私に対する見解もなかなか重いものがあるな。荒木先輩の私に対する変態もなかなか重いものがある。兄ちゃんがカンバル先生に何かしたんですか。ああ、見計らったかのような振りになってしまった。何かしたって言うならどうですか。私、あの触覚野郎をぶん殴ってきますけど。ぶん殴ってくるな、私の尊敬する先輩を。尊敬する変態。確かに私の兄ちゃんは変態だけど、カンバル先生がそれを尊敬していたとは、これは意外な事実です。先輩と変態の発音が似ていることに気づくな。先輩という言葉が今後使いづらくなるだろう。そんなことだから月日ちゃんがファイアーシスターズを潮時だと思い出すのだ。月日ちゃんがそんなことを思ってたなんて。まあでも確かに兄ちゃんは高校に上がってから私たちにより一層冷たくなったもんだからな。月日ちゃんの心配もわからなくはねえぜ。ああ、冷たくなったっていうのは主体的な意味じゃねえぜ。誰がそんな誤解をするのだ。まあある意味荒木先輩は今現在主体的になったと言えなくもないのだが。ん？何です？いや、何でもない。主体的になったうちの何回かは私の責任であることも含めて何でもない。あ、そうですか、何でもないんだ。あれ、これでも B パートとかどうするんだ。それ脱がそう。おお、なんだこれ。ここからの展開はなんだ。一体何が起こったんだ。何が起ころうとしているんだ。私の家の玄関で兄ちゃんと月ちゃんが急にイチャイチャし始めたぞ。イチャイチャって、まあイチャイチャだけど、これはどうだろう。いや、すごい人だすごい人だと思ってはいたけれど、荒木先輩は本当にすごい人だな。ええー、私の兄ちゃんはすごい人ですよ。兄ちゃんになら抱かれてもいいな。むしろ抱かれたいな。いや、抱きたいな。今月日ちゃんがまさに抱かれようとしている風にも見えるが、いや、カレンちゃん、私兄弟いないんでわからないんだけど、兄弟って大体こんなものなのか。おおむねこうですよ。いや、むしろ荒木家は若干仲が悪いくらいですね。だから普通はもっと日常的にイチャイチャしているものだと思われます。ふん、兄弟が欲しい欲しいと憧れてきた私だが、若干その気持ちが薄れてきたな。うわー、兄ちゃん、妹のおっぱい触りすぎだぜ。思い出した、こういうシーンがあった。すごいセリフだよな。とにかく君たち姉妹からは兄に対する名言ばかりが飛び出すな。若干不根性的に解説じみたことを言うとだな、この時兄ちゃんがなんで月日ちゃんを脱がせておっぱい触りすぎたかっていうと、兄ちゃんは月日ちゃんの胸元の傷を確認しようとしたんだぜ。月日ちゃん、子供の頃に屋上から飛び降りたことがあってな。ちょっと待って、今なんて言った。いやー、ほら、カンバル先生、小学生の頃ってテンション上がって高いところに登ったりするじゃないですか。高いところに登るまではともかく飛び降りるってなんだ、しかも屋上から飛び降りるって。だからテンションが上がって、幸い落下点にホロ付き馬車があったから大事には至らなかったんですけど。ホロ付き馬車。ああ、違いました、ホロ付きのトラック。でもその骨組みが体を貫いて傷が残ったとか残らなかったとか、そんな感じです。残らなかったんですけどね。今度こそ行ってきます。おお、この月ちゃんの表情ナイスに可愛いぜ。とにかくむちゃくちゃだな、君たち姉妹は。それはカンバル先生でも失礼ですよ。私はあれです、屋上から飛び降りたりはしませんよ。飛び降りて窓からです。不思議なセリフだよ、飛び降りて窓からっていうのも。まあそれは今でもやってることなんだけどな。っていうか絶対カンバル先生もやってますよね。まあ確かにやってるけれども、今日からやめる。私の振りを見て我が振り直さないでくださいとか言ってる間に場面転換をしているな。どうして最終巻の副音声を私とカレンちゃんでお届けしているのかを一個も説明できないままに。ミスタードーナッツだぜ。そうだな、ミスタードーナッツだな。あー、そっか、これはまた注釈が必要かもしれねえな。あ、カンバル先生は黙っていてください、私がちゃんと注釈しますから。いや、別に私はまだ何を言おうともしていないけれど、ここで必要な注釈とは何だ。若干時期の問題でしてね、この辺のシーンで名前が挙がっているドーナツの中の結構な数が今はもう食べられないということを告知しておかなければならないのです。お、そうなのか。豆腐ドーナツはまあないし、フロッキーシューもない。あとでかいところで言うと、今のミスドにはあれだ、マフィンがないんです。
です。え、いつ亡くなったんだマフィン。そうだな。あ、いや、ここで私が驚いたら時系列が狂ってしまうのかもしれないけれど、へえ、マフィン亡くなったんだ。いや、それを言うなら一時期はゴールデンチョコレートも店頭から姿を消していましたぜ。まあそれは結構すぐに復活したみたいですけどな。詳しいな、カレンちゃん。カレンちゃんもミスタードーナツ好きなのか。ドーナツも含めて甘いものは何でも好きだぜ。ほら、だってマシュマロジャスティスを歌う私ですからね。そういうつながりで歌ったのか。ジャスティスつながりではなく、普段砂糖を食って生きてますよ私は。砂糖を食っている、アリか何かか君は。でもカンバル先生、アリって生物学的にはハチなんですよ。だからカレン B である私にはふさわしいかもしれません。え、アリってハチなのか。うん、形そっくりでしょ。言われてみればそうだな。へえ、アリってハチなんだ。でも全然イメージが違うけれど。そんなことないですって。巣を作るでしょ、集団で行動するでしょ、社会性を持つ昆虫で女王蜂がいて女王アリがいて、そんで蜜とか甘いものが大好き。そもそもそっくりじゃないですか。本当だ。カレンちゃん、あれだな、前作から含めて今初めて頭がいいところを見せたな。はっは、私はお利口さんだぜ。しかしまあ、とにかくアリに対する雑学が豊富な副音声がついているアニメだな。確か前作アニメ化け物語の副音声でも千條ヶ原先輩と羽川先輩がアリの話をしていたはずだ。まあまあ、そういうのもアリってことで。今一気に頭が悪くなったな、カレンちゃん。まあまあ、そういうのもアリってことで。なんでわざわざ2回行ってより頭を悪くした。そうだ、そもそもは君たちの予告編だ。君たちファイヤーシスターズの予告編がアリに関する雑学で、羽川先輩はそれに対して副音声でコメントをしたのだった。へえ、全く覚えてませんけれど、どんな話したんだっけ。アリの中で働くアリと働かないアリが8対2とか2対8とか90対90とか、そういう話だよ確か。へえ、返事の仕方が軽いな。というかやっぱり頭が悪そうだな。お、時間的に見るとそろそろ A パートが終わる頃かな。はあ、結構あっという間でしたね、カンバル先生。まあそうだな、結局説明できなかったな、なぜこの副音声を私とカレンちゃんでお届けしているのかを。珍しく私はちゃんと説明するつもりだったんだがな。あと10秒くらいあるからしてみますか。結局私がするのか。いいえ、もちろんこの私めがするに決まってるじゃないですか、カンバル先生。どうしてかっていうと、詐欺師だ。 A パート終了。では B パートだ。いや、 B パートだけど B パートな場合か。なんでだ、なんで、どうしてこの詐欺師野郎がいるんだ。兄ちゃんはなんで詐欺師野郎と仲良くドーナツ食ってんだ。別に仲良くは食べてないと思うが、テレビで見てなかったのか。いや、思い出した、思い出しましたよ、カンバル先生。そうそう、そうでした。私これをテレビで見て、その時全く同じリアクションを取りました。あー、詐欺師だって言って、そしてそれをきれいさっぱり忘れていたと。私嫌なことはすぐ忘れちゃえるんですよね。よく言われるものですよ、竹冠を割ったような性格だって。竹でいいだろう、なぜ冠を割る。そっか、くそ。しかし思い出してみると屈辱的だぜ、この詐欺師野郎に。私はまあ乾杯しちまったんだからな。なんだ、よく知らなかったけれど、兄ちゃんこの詐欺師とお友達になったのか。もう心配はいらねえみたいなことを言っていたけれど、それはつまり談合ってことだったのか。談合とはまたとんだ表現をするな、カレンちゃんは。だってカンバル先生、私がこの詐欺師からどんな目に遭わされたと思うんですか。まあ知っているけれど、カレン B のそのシーンでまさに私は副音声を当てていたからな。ですよね。そう、私はこの男にお金を取られたんですよ。ああ、病気にさせられたことではなくそっちか。信じられますか、ポイントカードまで取られたんですよ。私のポンタを返せと声を大にして言いたい。具体的なカード名を出すな。ダメなんですか、コラボをしたのに。コラボをしたら名前を出していいみたいに考えるな。あれだけ一番くじを引いて貯めたポイントを全部持っていかれちゃったんですよ。一番くじの名前もそう軽々しく出すな。一番くじといえばですね、一番くじの話を広げるつもりか。あのくじを大人買いする行為は是なのか非なのかってことを考えてみたいんですよ。私はぜひぜひを問いたいんですよ。いや、それは別にいいんじゃないのか。欲しい商品を引き当てるためにくじを複数枚買うのはむしろ普通の流れでは。
でも一気に20枚30枚のくじを引くっていうのはちょっと違う気もするじゃないですか。一番くじにはコンビニの一角を担い、お客様みんなで一種のお祭り気分を楽しむっていう側面もあるわけですから。だから一度に購入するくじは何枚までが常識の範囲内なのかということですよ。カンバル先生はどう思います？一番くじに限らず、私はそういうの欲しい商品が当たるまで引き続けるから、枚数とかはあんまり考えたことがないな。わあ、すごい性格だ。そしてすごい無尽蔵の財産だ。財産と言われても、だいたい私は荒々木先輩の部屋を訪ねたことがあるから知っているが、カレンちゃん、君の家も結構な素方家だろ。え、両親ともに外に働きに出てますけど。素方家ではない。わかりづらいことを言うな。カレンちゃん、君たちのご両親は一体何をされているのかな？さあ、私に聞かれましても。いやいや、君に聞くしかないだろう、ほとんど。君か、月日ちゃんか、荒々木先輩に聞くしかないだろう。なんで親の職業を知らないのだ？ド忘れですよ、ド忘れ。あ、なんだこの回想シーン。兄ちゃんがレインコートの防寒に絡まれているぜ。ああ。いかにも怪しい奴だったぜ。なんだあのダッサいレインコートは。意味がわかんねえぜ。死んだ方がいい奴とはまさにあいつのことだぜ。言い過ぎじゃないのか？彼女はただレインコートを着ていただけだぞ。あれ？彼女ってなんでわかるんですか？今の映像からだけでは男か女か区別はできないはずですけれど。なんなんだ君のその謎の鋭さは。あれ？私の家だ。私の家に謎の訪問者だ。ああ、じゃあ、そろそろあのシーンか。大丈夫なのかな？いや、でもどうだろう。どうも話を聞いている限り、カレンちゃんはこの話をテレビで見ているはずなんだよな。ん？どうしました？カンバル先生。あ、いや、別に。いや、何でも言ってくださいよ。水臭いことを言わずに、何でも言ってください。いや、水臭いことを言っちゃいけないのに何でも言う？なんだこれは、語義が矛盾してるぜ。大丈夫な気がしてきた。それに、水臭いって、水に匂いはないですよね。それとも、何か語源的なあれがあるんでしょうか？木を見て森を見ず的な？的なって全然関係ないだろ、それは。要は、それは予想するに、水っぽいくらいの意味じゃないのかな。水っぽいことがどうして、よそよそしいみたいな意味合いになるのかって聞いてんだよ！タメ口！いきなりタメ口！ああ、ごめんなさい。私、あんまり普段敬語使わないからな。まあ、敬語に関しては、私も人のことは言えないのだが。いや、別に、タメ口でいいぞ、カレンちゃん。それこそ、荒々木先輩の妹にそんなかしこまられてもやりづらいし。そうですか？いいんですか？本当に。振りに入っているな。いいんですか？タメ口で。いいぞ。じゃあ、するが。全く同じことを私は荒々木先輩にしたことがある。やっぱり君と私はどこか似通っているな。私とカンバル先生が似通っている？それは光栄です！光栄至極です！至極すぎます！いや、むしろ私をしごいていただきたい。爽やかなくせにどこか M っぽいよな、君は。その辺も私に似ているのだ。光栄至極です。至極すぎます。いや、むしろ私をしごいていただきたい。2回言うな。思いのほかこの言い回しが気に入りました。本当に私にしごいてほしいのなら、直江津高校に入って女子バスケットボール部に入部しろ。私はもう引退しているけれど、指導くらいならしてあげなくもないぞ。ああ、いや、私そういうのはいいです。意外とドライだ。あ、画面に月ちゃんがいた。ああ、来たな、このシーン。じゃあ、まずは見よう。道場の行き過ぎな首のかしげ方を。僕は。首ってあんなに曲がるの？良い子は絶対真似しちゃダメな角度だ。これは首かしげのプロである戦場ヶ原先輩にも不可能な角度だろう。いや、真似をするなって言ってるだろう。ああ、月ちゃん！月ちゃんの上半身がぶっ飛んだ！思い出した。こんなことあった！やっぱり忘れてたんだ。ある意味新鮮でいいな。どんなブルーレイでも DVD でも何度見ようと新鮮な気持ちで見られるんだな、君の記憶力は。いやー、そうか。これは兄ちゃんも切れるよな。これは温厚な兄ちゃんでも切れるぜ。あまり荒々木先輩に温厚というイメージはないけれどな。意外と怒りっぽいぞ、あの人は。うん、確かにそうですね。私も日常的に怒られているし。私も日常的に怒られている。まあ、荒々木先輩が怒りっぽいのか我々が怒られやすいのかはまた議論があるところだとは思うけれどな。そういえばカレンちゃんはこのヨズルさんとは会っているんだったよな。うん、道で会ってます。道で道を聞かれた。私じゃ勝てないって思ったもんだ。兄ちゃんにそう言ったつもりだったんだが、兄ちゃんも学習しないぜ。あんな風に折りたたまれちゃって。結構これこの後の最終話とかでも大事なことだけれど、荒々木先輩は別に強いわけではないんだよな。
化け物語も偽物語も結構バトルシーンがあるアニメだけれど、荒木先輩は今のところ勝ったことがないよな。そうなんですか。へえ、私の兄ちゃんとは思えないぜ。あ、月日ちゃんが、月日ちゃんのぶっ飛んだ上半身が再生してるぜ。よかった。ちょっと待て、なんだその軽さは。え、何を言ってるんですか、神原先生。何を言っているんですかは君だ。なんでそんな軽いリアクションなんだ。実の妹の上半身が再生したというのに。いや、おかしなこと言わないでくださいよ。実の妹の上半身が再生しない方が問題でしょう、神原先生。上半身再生しなかったら死んじゃいますよ。私の可愛い月日ちゃんが死んじゃいますよ。まあ、そりゃ死んじゃうだろうけれども。これはだから、びっくりするのはオープニングプラチナディスコの映像が伏線だったってことですよね。確かにまあ伏線だったけれど。まあ伏線というなら、月日ちゃんの胸の傷が綺麗さっぱり消えてなくなっていたのも伏線だったというわけさ。いやー、張り巡らされてますな、伏線が。月日ちゃんも兄ちゃんにおっぱい触られすぎた甲斐があったってもんだぜ。そんな甲斐があるか。びっくりするな、私という人間がこんなまともなツッコミを入れる側に回ることがあろうとは。やっぱり人間、誰と話しているかでテンションというのは変わるな。カレンちゃん、君だって私と話している時以外はそんな感じじゃないわけだろう。自分じゃよくわからないな。兄ちゃんの手を胸に当てて考えるしかねえな。兄ちゃんの手を胸に当てて考えるな。カレンちゃん、兄ちゃんにおっぱい触らせすぎだろ。笑い事か。あー、でもそういうことで言えば、兄ちゃんの名言があるぜ。兄ちゃんのおっぱいに関する名言。すごく興味があるな。もうあんまり時間がないけれど聞こうか。僕がお前たちの胸を揉んでいるんじゃない。お前たちの胸が僕の手のひらを揉んでいるんだ。名言すぎるだろ。そして変態すぎるだろ。あの人は妹に対してそこまでの発言をしておいて、どうして私のことを変態呼ばわりできるのだ。いや、神原先生は自ら変態を名乗っていると聞いていますけれど。そうだった。だが荒木先輩もこれからはそう名乗るべきだな。しかしそうなると私は変態の妹になってしまいます、神原先生。事実だからな。私の妹の上半身をぶっ飛ばしてくれたあの道女は何者なんでしょうか、神原先生。私が会ったのはあの綺麗なお姉さんの方だけで、あっちの子供は知らないんですけれど。いや、私もアニメで見た以上の知識は持っていないのだが、さっき詐欺師が言っていたよな、ヨズルさんの式神だとかなんとか。ああ、だからあれか、さっき人差し指がドカーンって巨大化したのか。式神って大体指を膨らますからな。そんな式神聞いたこともないけれど。カレンちゃん、式神とか陰陽師とかわかるのか。もちろん、漫画で読むくらいの知識はあるぜ。裏を返せば漫画で読むくらいの知識しかないわけか。まあカレンちゃんの前であまりこういう自分を見せたくはないけれど。あの道場めちゃくちゃ可愛かったな。あの子の指の上に乗って移動したい。かつて聞いたことのない不思議な欲求ですね。それにしてもなんでヨズルさんは地面を歩かないんだろうな。さあ、副音声解説をやるにはあまりにも物を知らなさすぎるな、私たちは。そうですね。ああ、でも神原先生、なんだ。月日ちゃんが可愛いってことは私知ってました。はあ。いや、だってそれは分かりますよ。あんな毛が治るの早くて髪の毛伸びるの早いやつが普通なわけねえじゃん。なんかあるんだろうなとはなんとなく分かってました。君はすごいな。なんかいろいろと。え、何がですか。いや、カレンちゃん、君はそれについてどうか思わないのかな。別に、月日ちゃんは月日ちゃんですし。器が大きいのかバカなのかどっちだろうな。いや、その設定、副音声で明かしていいものだったのかな。結構、というかかなり重要な設定だよな、どう考えても。そうですか。ああ、でもこの辺の話って月物語でやるらしいですよ。ん、月物語って、月日ちゃんの物語で月物語なのか。私はてっきり副題的に世継ぎちゃんの物語だと思っていたのだけれど。全物語アニメ化と言われていますが、あくまでそれはセカンドシーズンまでなので、その月物語まではアニメ化されないとは思いますけれどね。じゃあ細かいチェックみたいな話になるけれど、詐欺師のことはどう思っているんだ、カレンちゃん。詐欺師は詐欺師ですよ。よくわかんねえ病気にされた。それは分かってないんだ。じゃあ玄関が破壊されたのか。トラックの当て逃げですよ。それも分かってないんだ。さっき映像見たはずなのに。ああ、荒木先輩、つまり兄ちゃんの言葉はカレンちゃんにとっては現実の映像よりも信憑性があるということか。このエンディングの絵、私すごく好きなんですよね。怖い絵も何箇所かあるけれどな。ああ、予告は兄ちゃんだ。そうだな、荒木先輩だ。ヒャッホー、兄ちゃんだ。わーい、兄ちゃん。兄ちゃんファンすぎるだろう。兄ちゃん、大好き兄
君も変態じゃないか。変態の妹という言葉の意味合いが変わってきているじゃないか。冗談だぜ。だって私彼氏いるもんね。え、そうなの？はい、そうです、彼氏がいます。あー、そういえばさっき月姫ちゃんがそんなことを言っていたな。ちなみに気まずくなったのはカレン B で兄ちゃんにチューされたからです。今度紹介しますよ、兄ちゃんにそっくりで笑えますから。いや、兄ちゃんにそっくりなんだとすればそれは全く笑えないけれど。じゃあ最終話に続くぜ。もちろん最終回だ。良いのだが、まずなんで最終巻の組み合わせが私とカレンちゃんなのかっていうことを説明しておかないとまずいんじゃないのかな。ああ、そうかそうか。なんでバカと変態がお送りする副音声になったのかを説明するんですね。わかりました、お任せください。バカと変態がお送りするって言うな。今副音声を聞いていた多くの人が画面を止めたぞ。画面を止めた？ああ、私のセリフをもう一度聞くために。前向きだな。最近のリモコンは10秒戻しみたいなボタンがあるから、いちいち止めて巻き戻したりしなくとも1個前のセリフくらいなら簡単に聞けて便利だぜ。ああ、確かに10秒戻しボタンは便利だ。いや、じゃなくて、あ、何の話だっけ。どうして私とカレンちゃんが副音声をお送りするのかという話だ。あ、そうでした、分かってますって言われなくても、見てても神原先生のアンビバレントワールドを覗いてという意味です。なんで私が3年以上前に歌った曲のタイトルを知っているんだよ。3年以上前？あ、いや、それはアニメ時間だった。あれは6月の話ですから、つい2ヶ月前の話ですよ。いやー、たとえ30年前の話であっても、この荒木カレンが神原先生の曲のタイトルを忘れるわけがないじゃないですか。アンビバレントワールド、そして私のマシュマロジャスティス、タイトルなんか似てますしね。全然違うだろう。無理に共通点を見つけようとするな。私が綴りを書けないという点において共通しています。あー、確かに私もアンビバレントとマシュマロは怪しいな。というわけで本編突入だぜ。突入って言ったらなんだかおっぱいみたいでエロいですよね、カンバル先生。キャラをかぶせてくるのをやめてくれ。まあ本編突入はオープニングだぜ。いや、名曲だな。ああ、もちろんカンバル先生はあんなやつのことをご存知ないと思いますけれど、私には荒木月日というどうでもいい妹がいまして。どうでもいい妹って言うな。兄弟の絆を描いたアニメの副音声でバディである妹のことをどうでもいいあんなやつって言うな。どういうキャラなんだ君は。君なんて、そんなよそよそしい呼び方はやめてください、神丸先生。私のことはどうかお前と言い捨ててくだされば。尊敬する先輩の妹をお前と言えるか。このオープニングはプラチナディスコって言って、私の妹が歌っているソングなんだぜ。かなりの好評を博したと聞くな。全国のカラオケではこのプラチナディスコしか歌われなくなったっていうもんな。スケールの巨大な嘘をつくものだな。ああ、いや、失礼いたしました、カンバル先生。もちろん、しか歌われなくなったとはいなくていいんです。本当もう、来ていただけただけで十分なんですから。それ以上我々が何を望みましょうか。あ、そう。じゃあまあ、私の紹介をして。言わなくていいです。皆まで言わないでください。この荒木カレン、荒木カレンに任せてくだされば、それでいいんです。すべてつつがなく取り行いますから。恐れ多くも、カンバル先生に命令するお手間を取らすような真似はいたしません。命令って、いや、だからさ、カレンちゃん。だから黙っててくださいって言ってるでしょ、喋るな。こちらにおわすは、直江津高校2年生、カンバル駿河先生だ。まさか知らなかった奴はいないだろうな。お前ら、傾聴しろよ。視聴者の皆さんをお前らとか言っちゃダメだ、カレンちゃん。正当して聞け。余興を楽しめって言ってただろ。おっと、月日ちゃんの、アニメ、偽物語、ブルーレイ用は DVD、お買い上げ&ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？全11話、カレン B から月フェニックスまで、私たちファイヤーシスターズの活躍を面白がっていただけたなら、それ以上の喜びはございませんぜ。というわけで、ここから先はおまけの副音声、余興として楽しんでくださいな。最終巻の副音声を担当するのは、この私、荒木暦の妹で有名、荒木カレンだぜ。そして、どうも、荒木暦のエロ奴隷で有名、カンバル。ああ、いやいや、カンバル先生、私がちゃんと紹介しますから、カンバル先生はそこに座っていていただければ結構です。来ていただけただけで十分ですから。いや、カレンちゃん、振っておいてその扱いって。カンバル先生は何もしない。